fight! Hold your gun! Yeah.
height. Fight!
Run! Fight! Round 2!
Hi! スパツ X、遊んでいる皆さんこんばんは、これより、この後の告知ありますが、ミキさんにお願いしようと思います。よろしくお願いします。ラウンド3ファイト。スパイラーアロー、スパイラーアロー。では今日の四季の細道はガイルのお誕生日ということで、必ずガイルを入れてもらって、ガイルと〇〇みたいな感じでお願いします。参加費はいつも通り100円でございます。カウンターにて受け付けてますので、ぜひぜひというか参加してください。むしろ参加お願いします。そうっすね。セロ様は、セロ様はガイル一周目ですかね。ガイルと何かな、セロ様。あ、まあでも、まあまあまあ、まだ9時過ぎだから、あ、全然大丈夫です。ぷよぷよです、ぷよぷよです。まあ、カウンターにて今日の大会は、まあ、ふわっと、まあ、いつもふわっとしてるんですけど、あのふわふわですけど本気なんで、いつでも矛盾してますけど、はい、まあ定番100円です。そう、100円です。はい、1周目2周目選べますので、はい、どうしましょう。ガイル、はい、お、ガイル1周目、おう、はい、ダルシム。ウラケニさんは1周目ガイル、2周目ダルシムですね。私も今日は、あ、小枝さんこんばんは。今日はガイルのお誕生日ということで、あの必ずガイルを1人入れてもらう強制で、1周目2周目選べるので、そう、まあそこはね、もうありなんです。うちの大会ふわふわなんで、ガイル、あ、ベガ、はい、おー、ガイル、あ、参加費100円
がとうございます。あ、小糸さん、はい、小糸さん、あ、私も払わないとな、人に言ってばっかり。すいません、一人で喋ってます。あ、ペコさん、今日絶対ガイル入れないかな。あ、ガイル合計は禁止なんですよ、すいません。そうなんですよ、あのテンプレ、すいませんすいません、じゃあですよ、あの合計使っても私よくわからないんですけど、世の中、すいません、ガイルは絶対入れてくる。じゃあチャリュート合計、そうすると二次会の飲み会が出ますね、ペコさん、ペコ様から。いや、ちょ熟女のとこ、熟女ここ、あ、熟女いくつ、あ、OK です、もう何でもガイルがいれば OK です。あの誕生日らしいんで今日ガイルの、そうだからガイルをこぞって、私もさっきまで知らなかったんですけど、はい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 、ガイル、はい、一周目ガイル多いですね。じゃあ私はチュンリーと行きたいとこなんですけど、エイロンガイルで行こうかな。私今日はガイルガイルじゃないです。そう、フェイロンとかやったことないんですけどね、私ほぼやったことないんですけど、フェイロンなんかかっこいいな。今日ほんとひどいですひどいかどうかは別にふわっとやっていく感じで、まあ、まだ45分なんで、もうちょっと皆さんの実勢を待とうと思います。まあ、9時までは一応入ってるか分かんないけど、これはまあ、あ、そういう、ね、酔ってるとかね、そういうのはなしです、なしです、なしです。へー、なるほど、はいはいはい。いらっしゃいます。なんか、はい、すいません、皆さんもちょっとほろ酔いになってた。え、一生目ガイルでいいですか。なんかね、選べるんですよ、あのルールは。そうなんですよ、関西形式ってやつなんです。お、イサジさん、はいはい、なるほど。というか1人目ガイル多いっすね、まあ、私2人目出しても勝てませんけど、はい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 、はい、はい、なるほど。ちなみにタッソさんのマイクは聞こえてるんですかね、配信的にどうなんでしょうかね。はい、しっかりしてくださいね。あ、どなたか見てらっしゃってくれてますね、ありがとうございます。はい、
さんお願いします。ラウンド3ファイト。あ、でも本田でも今日はもうとにかくライダーが入ればいいということで、はい、もうそこは任せます。あとどなたでしょうね。あとユリッチさん、ユリッチ、ユリッチと言わなければいい。ユリッチさんはダメ。勝つために、勝つために、はい。あとセロ様が何かってことですよね。残機なのかバルログなのか。順番どうなんですか、順番。あ、セロ様、参加費いただいてます。あ、もう帰る、すいませんね。そうっすね、はい。あとは、はい、はい、この必ずガイルを入れるっていうすごいひどい。そうですね、そうなんですか。私はもう当時リアルタイムでガイルとは対戦したくねえな。まあ私古いんでね、スト2ダッシュターボ世代なので捨てちゃダメでしょ。ああ、青木サイクロンさん、青木サイ、青サイ、はい、いらっしゃってます。あと京様、はい、京様も大会ガイル、強制ガイル使ってないのか。私申し訳ないんで、フェイロンあんま使ったことないので、フェイロン多分即死だと思うんですけど、はい、はい、うん、私はマイク達夫さんが入ってるのかが心配でならないですね。配信見ればわかるんだけどね。名前変えとかね。いいいい。おー、じゃあ店員さんに聞いてみよう。なるほど、はいはいはい、はい。聞こえたらしい。イヤさんより心が汚って出てる人には 2P マイク聞こえない的な話が来てますね。なんかね、片方入ってないかもしれない。
ではそろそろ9時になりますので大会参加お願いいたします。あのエントリーされてない方なるべくお願いいたします。あの参加は自由なのですがぜひお願いします。でも強制ではないので9時になったら自由参加です。あ、ゆりっちさんお願いします。来ました、我らニューヒーロー。なんか宮さんがなんかあのライブとダルシムでいいんじゃないかとかあのとんでもないこと言ってたんですが、どうしましょう。参加費は100円でございます。1周目か2周目か。バイソン入るとバイソン、やばい、仲間1周目タッチです、はい、バイソン、はい、やばい、ゆりさん最初に来ます、ゲーム素晴らしい、マイク京様どうでしょう、大会ぜひ京様京様京様カモンセボ様、京様カモン、あの、ガイルを必ず使うことなので、はい、あの京さん、今日はガイル1周目、2周目兼うん、オッケー。ガイル、ガイル襲名、多そう。今朝はガイル使ったことある？ない。やばい。これは今日ニューヒーローの誕生が予感されるかも。通じますよ、強い強い。ありがとうございます。ただスマスル。あとはあのしゃがみ中継を適当にかますかますバーティングに当たってくる。たまに、青いサイクロンさんでしたですよね。私もご存知あげております。大会は参加しただけるんでしょうか。京さん、チューティー使ったことがある。やばい、あそれ やばくない、それ絶対ガイルの才能ある。やばいやばいやばい、今日楽しみです、ね、必ずガイルが参加する大会なので私も、うん、はい、うん、今日はセロ様の S サガトっていうのはどんな感じなの、俺は見たことないから初めて、今のとこ11人、これで S サガトがいるのか。あ、そうだ、ロードさんも、ロードさんどうでしょうか。名前載ってない、ちょっと写真に行くのあ、どうですか、俺のマイク聞こえてるんですか。でもこうやって聞こえなくても、まあそうですね、まあ別にいいか、拙いのですが、もうこういう感じなのでといった感じで、背伸びしてもしょうがないので、埼玉県新座市デートの式から、はい、実況を流し受けて、はい、そうですね、お送りしています。すいません、酔っ払って、あの残念ながらこのマイクないだろうって思う方いらっしゃったら、ぜひマイクをしに来ていらして、ロードさんが来ました。ロードさん1周目ガイル、2周目S剣で OK、 何でもいいです、何でもいい、じゃあ1周目ガイルで2周目S剣で、1周目ガイル、はい、S剣ですね、はい、聞こえてんの、僕のマイク聞こえてんのか、ちょっと実況で届いてんのかが、それがまだ分からない。あバー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 、あガイルガイル、ソニックブル、ソニックブル、サマソニックブル、ソニックブル、ゾンタと青木サイクロン様どうでしょう、大会は自由と言いながらもこのクロージング指摘スタイルやばいですよね。やばいっすよ、大会自由ですって言いながら青木サイクロンさん出てくれませんかみたいな。ガイルを使うことによって結構一つが分かるっていうか、はい、本当に一つ初心者にはね、はい、一番竜使ってますけど、結構ガイルは本当に今おすすめです。実際昇竜拳めっちゃ出にくいですからね。そうですね、だからあの多分今のプレイヤーって技が出やすいゲームが多いけど、スパス X は最初は難しいと思うんで、はい、タメキャラでぜひガイルをね、はい、やってほしいというか、自分は竜使ってますけど、ガイル使ってみてやっぱりガイルは本当おすすめなんで、はい、もう昔見たらヒョウとかそういうのないんで、はい、本当に面白いですよ、やっぱりガイルの面白いところはパンチとキックの距離感の届け合いがすごい面白い、バリエーションが多いところですね、はい、ガイルぐらいですよね、だってパンチとキックのバリエーションがあんまり多いキャラって非常に多いんで、多分やってて面白いと思うんですよ。本当ストリートファイター2も、はい、今スーパーストリートファイター2 X が本当に面白いと思えるキャラっていうか、はい、まあ、そういう意味では本当こうおすすめのあれじゃないんですけど、本当ガイルがおすすめなんで、ぜひ X ガイル、ぜひぜひ、はい、ね、まあ私、まあ、そこまで深く考えてないので、とにかく待てば勝てる、面白いということで、ね、ぜひみんなに使ってほしいなっていう
今日はアーシャロ様が初めての S 下がったので楽しみですね。あ、勝利出んのかみたいなところでしょ。セロテープさんのどういう戦いなんですかね。はい、ね、おそらくしゃがみ大キックとの戦いになるんじゃないかな。じゃあそろそろ配信台の方はあまり連行しない方がいいと思います。そうですね、うふふ。あ、じゃあ、じゃあちょっと他の人にちょっと聞いてみてやってみますか。はい、大丈夫。一応全員カーシムさん今エントリーしたんで、一応参加者は全員、はい、全員 OK、エントリー OK です。はい、ありがとうございます。はい、達成さんお手伝いありがとうございます。はい、今日は参加者は12名です。はい、12名で、もうそろそろ、じゃあそうですね、ランダムのやつを出してもらってって感じですかね。あ、そうか、ランダム、はい、ランダム人数出してもらって、でその後は、大会始めようと思います。そうですね、今日、2016年12月23日、ガイルの誕生日ということで、はい、ということで、四季の細道のガイル大会という形で、ね、そう、ガイルの細道、ガイルの細道、ソニックブーム大会となります。はい、さあ今日はソニックブームは適当ですけど、これを見ればあなたもガイルを使いたくなるという大会になりますからね。はい、あ、そこはお約束できないですそこはお約束できないんですけど申し訳ございません。まあ、とにかく、ね、今日は楽しいけどガイルの細道、まあ、ソニックブーム大会ということで、はい、今日は行いたいと思います。1人、2キャラエントリーで、勝ち抜きで、最高2人勝ち抜きの人が決勝で争うという大会なんですけど、今日は、ガイルを使うという、必ず、1周目か2周目もしくはで、ガイルを使うという大会になります。はい、今日は参加者12名です。ありがとうございます。埼玉県新座市デートナ式から今日は、スーパーストリートファイターズ X のガイルの細道、ソニックブームという大会で行いたいと思います。はい、あ、13名様、来られました。今日は、それではそろそろ配信台はストップでお願いします。配信台は宇垣美さんと伊佐治さんが対戦する台が配信台になります。配信台今伊佐治さん宇垣美さんですね。配信台の方、こちらの方最後の試合で、お願いいたします。もうすぐ大会が行います。ガイルといえば非常にその、ね、ラッシュの敵を打つという形で非常にその何て言うか感情移入がしやすいキャラということでね、まあ、一つのその龍拳以外でのある意味そのガイルが主人公という部分でね、龍拳以外の主人公という部分で非常に感情移入しやすいキャラだと思うんですけど、うん
青サイさん、青サイさんまだエントリーしてない。ちょっと待ってくださいね。Final out!
今日の参加者は15人ですね。今順番を決めているところでございます。今日は四季の細道おすべし特別イベント、今日はガイドの誕生日ということで、ガイドの細道ソニックブーム大会ということで、一人一キャラ必ずガイドを入れる大会ということで、今日は行いたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は比較的ガイドが1周目ガイドが多いところですけど、中には今日は、バイソンとかエスサガとかいろんなキャラがいます。ぜひ お楽しみいただければと思います。
ああ、じゃあ、順番が決まりました。文字が読めるんでしょうか。一応、順番が決まりましたんで各自ご確認の上、お願いいたします。第1試合は、ロードさんのガイルと赤きニーバズーカーさんのガイルです。じゃんけんした上でどっちか 1P2P か決めた上で、もうすぐ試合を始めたいと思います。非常にこの文字は読めますか？大丈夫ですかね？はい、ではガイルの細道ソニックブーム大会を始めたいのですが、1番目ロードさんのガイル、2番目赤きニーバズーカーさんのガイル、3番目ユリッチバイソン、4番目セルテープ S サガット、5番目破天荒ガイル、6番目ニーアーガイル、7番目タツトシガイル、8番目小江戸ベガ、9番目タワシム DJ、10番目京ガイル、11番目メロフェイロ、私ですね。で12番目ペコガイル、13番目イサジガイル、14番目ウラケニガイルです。なのでロードさんと青木ニーバズッカーさんはじゃんけんをお願いいたします。ああではお願いします。ロードさん、ロードさんと赤きニーバズーカさん、そろそろ試合が、ロードさん、そちらでウロン茶飲んでる場合じゃないですよ。ロードさんは、赤きニューザバズーカさんはバズーカさんはそう、最初もう運命です。この予想だと、あ、赤きニーバズーカさんは、赤きニーバズーカさん、赤きニーさんは奥、赤きニーバズーカさんもうのじあいに夢中です。赤きニーバズーカ、あ、この順番でこれで当たってって、そうなんですよ。まあ、ちょっとね、ガイル使ったことない人もいらっしゃると思うんですけど、今日はガイルの誕生日ってことで無理やりやって、あ、どうお願いします。タソさんに、はいはい、クレジットは、じゃあ、クレジット入れる係を、じゃあ、ガイルの、今日は、埼玉県新座市デイトナ式からガイルの発車道ソニックブーム大会、始めたいと思います。パチ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 。一人目ロードさんのガイルと赤きニーバズーカさんのガイルから、始めたいと思います。はい、どうぞ。じゃあ始めてください。じゃあ、始まります。ガイルの細道ソニックブーム大会始まります。パチ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 、イエーイ。今日はガイルの誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、私そんな用すらんけど、我らがガイル少佐の誕生日です。いや、そんな用すらんけど。さあ、ガイルガイル、はい、はい、赤いガイルの方が赤きニーバズーカさんのガイルで、そうですね、その通り、はい、白いガイルがロードさんの、ガイルですね。ガイルガイルも結構対戦としては非常にその面白いというか、もう足と手の差し合いというか手の出し合いが面白いです。先に言います。非常に酔っ払ってますので、実況がめちゃくちゃ面白いです。それしか言うことないかいみたいな、お聞き苦しい点があったら申し訳ございません。そういう場所なんで、ここそういう場所なんでそういう場所なんで、ここでもお互いライフがほぼ同じ。さあ、ここからどうなるか。さあ、ソニックか、マッテ様か。でもお互いこの状態で足、ゴムゴムなんで、そうそう、ここで足を、おお、赤きニーバズーカさんが一本取りました。ガイルで一本取りました。はい、さ、二本目、ああ、しかしサマー出してるじゃん。そこニーバズーカで、さあ、サマー足を出すソニック、バシーソニック、ソニック、ソニック、白い白い白いガイルと赤いガイルとのこの二重層ですね。はい、赤色と白色の対決というのはなかなか見れない対決だと思うんですけども、あ、かもしれんですね。そうですね。
このカサブランカと凱旋門みたいな対決ですね。今自分で言って意味が分かったと思いますけど、はい、凱旋門が白いガイルで、でもこれ白いガイルかっこいいですね。おー、今の空中投げ素晴らしい。これがガイルの面白いところですね。ガイルの空中投げの判定はすごいでかいんで、本当に逆転性があって、これがまた面白い。キックは縦に大きくて、キックは縦に大きい、パンチは横に長いって私は聞いておりますが、そんなに実感したことありません。しかしここで赤木に、はいはい、バズーカさんが1本取りました。さあ、ゆりちバイソン、さあここでゆりちバイソンが続けて、ゆりちさんのバイソンです。ゆりちさんいらっしゃいますが、さあここでもしかしたらこのゆりちさんのバイソンが連勝してしまう可能性がかなり高いですね。でもセロ様のセロ様の S だかと思いますし、このアクキニーバズーカさんもですね、非常に先ほどの試合見たら非常に素晴らしいので分からないですよね。もう本当分からないです。ガイルのバイソンっていうのもなかなか面白いカードですね。スリルある非常に、ね、面白い試合と言いたいところでしたけど、もうユリチさんがもう非常に余裕を持った試合ぶりで、本当ですね。もうね私ね今チェックしてたら終わってたみたいな。終わってたですよ。もう瞬殺ですね。頑張ってアクキニーバズユリチさんのバイソンは強いっすね。まあ、私いいね、ガイル応援してますね。もう全く休む暇がないこのユリチさんのバイソン、素晴らしいですね。バイソンで頑張ってほしかったですけど、ユリチさんのバイソンで登場しました。じゃあユリチさん一勝ですね。4人目、我らがセロテープさんのセロ、セロさん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 のスーパーサガットですよ。セロ様、セロ様、セロ様、はい、セロ様、セロ様いたら誰かお呼びになっていただければ。セロさん今いないの？セロさんは消えた。セロ様、セロさんは、セロテープさん、セロテープさん、お手洗いでしょうか。お手洗いでしょうかね。じゃちょっと待ちましょうか。ちょっと待ってみましょうか。ここで、ユリチさんのバイソンの素晴らしいあの 1P のこのコンピューター戦を見ていただくて、ね、いやでもユリチさんは結構ヘイロンもそうですけどバイソンもすごい強いっすね。うん、そうですね、このままもしこの勝ち抜いた状態で仮に 1P か 2P か入ってたらその台に入らなければいけないという形ですね。あ、いや、その状況によって、例えばこの、この12番順番何件数何件数何件数セロさん、セロさん、セロさん、トイレにもいらっしゃらないんで、セロテプさん、どうしたんでしょう。なんとここで何セロ様がいない、一体やつはどこへという状態でございます。じゃあ負けということで、というわけでユリッチバイソン対ガイル、破天荒さんのガイルということで、セロテプさん、そうですね、セロテプさんはちょっと今いないんで、後回しということで、S 差額で最後なんです。Sセロ様いた。セロ様。あ、セロさんいた。セロ様、早く早く。セロさん、セロさん。いた。電話する場合じゃない。スーパースターは最後の美味しいところで登場するというのが名目でありますが、さあここで我らがヒーローセロテープ様が、さあここで来た。さあスーパーサガットで来るセロテープというのは、はい、初めてですかね。そうですね。ここでスーパーサガットセロテープ対、ユリチエキスバイソンという素晴らしいカードが組まれます。はい、さあ。噂の青パンセロテープ、青セロテープというか、非常にこの、恐怖のスーパーソロと、初めて見ましたね。セロテープさんのスーパーソロと本当初めて見るので、一体どんな試合になるか初めてなんですけど、ここでユリチさんのバイソンが非常に攻めているが、さあさあさあここで、これはフォックス用に温めてたんですかね。非常にその冷静に、ね、あ、もうダメですね。ユリさんのバイソンが一本取りました。いやでもまだしかし、ま、ここでスロートプスの非常に逆転のものがあると、ここは死にば、おー、すごいアッパーカット、アッパーカット。さあここでタイガー、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 スロートプスはエクスバルログの非常に素晴らしい動き見せてたので、ここで何か秘密のセロテープトークというかね、強烈なセロパワーというのを見せると思う。おっと、であと左手を上げながらアッパーガード、お、これは何かあるか。さあここで足を出して、さあ足を出して、さあタイガータイガー、あー、しかしユリッチさんバイソンが2を取って、あー、セロ様が胸、セロ様が負けてしまいました。あー、セロ様ここでやけになって50円玉入れようとしてますが、いやいや、しかしこれは勝ち抜き戦なんでね、はい、終わりましたよ。結構ダメです。ブーブーブー、いやぶっ殺したい気持ちは分かれたんだけど、ちょっとご遠慮ください。いやーそれはのじあいで、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 ご遠慮いただけますか。破天荒さんの回路が待っておりますんで、
いや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 あのね、じゃあ絶対ちょっと勉強したら分かるんですよ。いやいや、次でね、あ、今日はセロテープさん素晴らしいですね。もうアグレッシブな攻めが非常にやっぱりね、絶対勝つから乱入させる、乱入させてくれて、それは聞いちゃいけませんね。破天荒さんも非常に X 流が非常に素晴らしいんで、これがガイル、いやガイルも強いです、ガイルで生かされるんじゃないかと思います。ああ、ユリッチさんがやっぱ冷静にバイソンも取ってますね。ユリッチさんはでもこういう状況の中でも非常にバイソンが確実に勝ちにいってるっていう部分が非常に素晴らしいですね。大事ですよ、どんな時でも勝ちにいく、どんな時でも勝ちにいく、たとえどんなにみんながデスしてガイルをあんま使ったことなくても勝ちにいく、勝ちにいくっていうね、ユリッチさんのこれ非常な攻めっていうかね、いや大事です、まさに勝負師というかね、ユリッチさんもガイル選んでますからね。 KOF でユリッチ坂崎が好きでユリッチを作ったと思えないけどね。じゃあニーアさんのガイルです。ここでニーアさんのガイルですね、はい、ニーアさんのガイルも自分は初めて見ますね。ここでニーアさんが勝てば非常にこのガイル革命が起こるんじゃないかなという。ガイル革命、なんか本題にわざと表すんですよ。これは明らかに精神的揺さぶりっていうか、ある意味メンタリティを追い詰めてるんじゃないんでしょうか。さあここで、はいはいはい、さあしかしここでガイルでさあ来ました。ニオさんのゲームも初めて見ますが、さあどうでしょうか。ここでユリッチさんを止めれば非常にすごいことになる。あ、でも今のジャンプ大パンチは素晴らしいですね。ユリッチ、今の投げ素晴らしい。ニオさんは非常に一つでもその非常にベテランプレイヤーなので非常に気温が非常にいいと、今はかなり落ち目ですね。さあここでユリッチさんのおお素晴らしい、おお、これはいけるか、おお素晴らしい、ダブル様、これは素晴らしい。ニーアさんのガイルがここでリッサのバイソンを、リッサのバイルを倒してるんだけど、素晴らしいですね。まさにまさにガイルの星見にふさわしい、その非常にその素晴らしい、新たな道を切り開くこうニーアさんのこのねガイルというか、もうしかしそう今の様を出してしまってさ、ユリッサの今しかしまだあと1本残ってる、まだ大丈夫、はい、さあ崩壊第4帝国ユリッチ帝国が崩れてしまうかのようにですね、ニーアさんのこのガイドが非常にね崩れてしまう可能性が非常にありますね。いや酔っ払ってんね。さあしかしここでユリッチさんバイソンか、しかしニーアさんに頑張ってる、そこで投げる、しかしパンチですね、なんだこれと、ニーアさんが、あ、そしたら達夫さんの、次は俺のガイルですね、じゃあ俺のガイルでユリッチさんのバイソンをぶっ殺してやりますね。じゃあもう先に防戦引いときますねみたいな、防戦引いときます、俺がぶっ殺してやりますと言いながらガクブレでしたよ。あ、じゃあマイク、はい、ペコ様にお願いいたします。はい、はい、ペコ様、はい、ペコさん、はい、こんばんは、これあれですよね、ガイルで一番勝った人が優勝ですよね。そうです、はい、今日はね、サブキャラでいくら勝とうがね、ガイルで一番勝ってとか優勝なんですよ。いやまあでも、どうでしょうね、皆さん、はい、2人目は自由なんで、今日はメインカレーがみんなガイルです。容赦ないです容赦ないです、達夫さん、クソゲーだこれと叫んでますね。はい、達夫さん、クソゲーいただきました。クソゲーいただきました。年末なんでね、そうですね、年忘れ、そうそう、疎通大会、クソゲーでもやってなきゃやってらんないよみたいな。はい、信じた、あ、うまいなあ、あ、講義言ってますよ、達夫さん。はい、はい、やめてください、達夫、ね、さん、ダメですよ。もう、このゲーム、クソゲーじゃないですかね。ユリッチさんの倍速が強すぎでした。はい、ありがとうございました。小枝さんのベガです。次は小枝さんのベガですね。小枝さんのベガ、小枝さんはベガとバイソン両方使われてるんで、今日これは本当の意味で注目の試合かもしれないですね。そうですね、1周目注目のカード、小枝さん、はい、いやーでも四季の方で一時的に来てたわけなので、あーでも、いやーしかしここで勝ったし、バイソン強い、いやーバイソン素晴らしい、いやでもユリッチさんでも強いっすね、素晴らしい、素晴らしい、はい、うん、しかし小枝さんの今の投げ方、さあここからどうなるか、このユリッチさんのこの選択肢がうまいっすよね。私ウォーとかオーとかしか言ってます、ウーとオーしか言ってます、ウーとオーとか、ウーとオーだらけのガイルのおさみソニックブーム大会いけちゃいますね。さあこれ小枝さんのベガもなかなかこの選択肢なんで、ガイル、あ、ガイルだ、ベガとバイソンという試合もね、なかなか一つではね、結構黄金カード的っていうか、なかなか結構攻防が面白いと言いますかね。さあここで、いやでもユリッチさんもかなり冷静にこうなりながらもこう攻めていって、上下選択うまいっすね、うわ素晴らしい、ユリッチさんのバイソンがこれで6連勝。じゃあ次、川島さんの DJ ですね。川島さんの DJ ですけど、川島さんはいらっしゃいますか。
酒入りすぎて片テープですからね。さあここで、はい、川島さんの DJ ですね、はい、DJ とバイソンというのはなかなか見れる感じですよ。でも川島さんの DJ も選択肢的にね、非常にそのなんだろう、ダルシムから来てこの攻め的な部分というか、はい、その辺がそのうまいというか、ある意味この DJ もそのガイドを使ってる側からすれば非常にそのガイドに近い部分があるというかね、そのための部分とこの足と手足のこのバリエーションが多いというか、これをどうやって攻めるかですけど、ユリッツさんが素晴らしいスパコンで冷静な攻めで1本取りました。このままいくとユリッツさんも全勝優勝ありえるかもしれませんね。ですよね。これはまあそういうのもあってもいいんじゃないですか。その代わりユリッツさん素晴らしい、ユリッツさんのこの強烈な攻め、ユリッツさんをユリッツさんのすごいところはこうやってその今みたいにその後ろになってもちゃんと上下選択をこう考えておられて、その下の方でやってて、キョウさんのガイルで す, です、ね、さあ次はキョウさん、キョウさんのガイルですね。さあここで来ました、X 剣使いのキョウさんの初めて見るガイル、ね、さあこれ使えるんでしょうか。これは楽しみですね。キョウさんのそのこの昇竜拳大フェイントがどのようにガイルの方でね、はい、生かされるかどうかというのが非常に注目というか、今日はガイルの誕生日というだけで、ガイル使えない人もガイルですからね。ひどい話。でもこの普段、おー今のサバーショルダー素晴らしい。おー今の、いいよいいよ、素晴らしい。あー今の素晴らしい。あーうまいよ。頑張れ、キョウさん頑張れ。やっぱキョウさん剣使ってる部分にあって足払いのそのバリエーションがうまいですね。さあここでガードショット、あーしかしここでガジゴスゴス、おやおわーで一本取られましたね。キョウさんにはそのこの魔法の剣のこの部分をこのガイルの方で、見せていただければ、あーしかしこの倍数相手が非常に厳しい。もうゴスゴスゲシゲシゲシ、私ウェイロンとかガチヤバいから次あんま使ったことないからチューリーっていうのもどうかなって思ってウェイロンにしたけど、おー今の空中投げしました。さあキョウさん頑張れ。あーしかし今の空中投げ非常に素晴らしかっただけに非常に惜しい。ウェイロンとかキョウさんありがとうございました。さあここでユリッツさんのバイソンが8連勝ということで、さあ次はネロさんのフェイロンですね。さあここで実質ネロさんのフェイロンがデビューという形 ですね。高校のルール確かなんか優勝したキャラクターあんま使えないんじゃなかったですか。優勝したキャラクター使えない。しかしここで優勝してしまうとユリッツさんはバイソンが使えなくなってしまうという危機感が出てきてしまいますね。ツータイムチャンプだから、ここでユリッツさんがどういう形で持っていくのか。さあユリッチバイソンもユリッチバイソン対、ネロさんフェイロン、さあ注目の試合です。ああしかしこのアリネゴ、ああしかし腕が伸びる。もうこのバイソンはあれですね、ゴロゴサキの M16 並みじゃないかというぐらいね。ベイロンが何やってるのか分かんないじゃないですか。めちゃくちゃな対戦ですね。速攻か多分これ初めてストツーやる人間にとってはトラウマになるんじゃないかというぐらいのね、まあ、一応支援客を見せたっていうところだけ。でもユリッツさんのバイソン本当に素晴らしいですね。ユリッツさんフェイロンとバイソン両方使われて、両方使えるから、ね、非常にその手と足の選択肢が冷静に素晴らしいと思いますか。ソニックを打つんだネロさん、ソニックを、あーバシバシ、あーそう投げた。さあまだまだいける、あーしかしオワオワが来てしまって、ユリッツさんが9ペコさんのガイルです。すいません速攻で死にました。マジック大変申し訳ないです。マジック、そこあれマジックどこだっけ、そこだ。いやひどいですね、まさかの、いやまさかのユリッチバイ、ペコさんの、ガイル、ペコさんのガイル、ペコさんのガイル。さあここでペコさんのホワイトガイルが逆襲を見せる。ペコさんのガイルも初めて見ますね。まるでこのガイルの細道というのが本当に細道かのようで、このそうですね、ユリッチバイソンを攻めたりとか、むしろガイルがめっちゃ細かったと、めっちゃ細かったというね、この太い、この名の通り、ね、選択肢は強い太いこのね、ユリッチバイソンにどこまで攻めていけるのかというね、注目の大会で、ね、これガイルとバイソン結構面白いんですよね、はい、そうなんですか、ね、私にはちょっと今、ね、面白さは見出せない、面白くないというか、まあ、いやいやぶっちゃけ早い試合なんで、ね、攻め込まれたら、まあ、いやー自分の回で使ってバイソンはもう嫌だなとか思います。見出せません、ね、オアオアオアが早すぎてどうしようもないですね。何を切れというのか、その何をサマーで切れるか、何をサマーできるか、何を中足でやるのかというのね、はいはい、あーまたユリッツさんなんかもうまた、さあここ で、ペコさんのガイルで
ゆるちさん、バイソン、ジュレッシュで、さあ、ここで、今日来ていただけるさ、キャベツ店の伊勢さんが、なんとこう、ガイドで、来てくれたというね、大英帝国キャミン四天王の一人と言われるこの伊勢さんが、さあ、今日ガイドで、どのような攻めを見せるのか、非常に楽しみでございますね。まあ、もう強制ガイドですからね。この青いガイド、かっこいいですね。このターボガイドですね。もう非常に、しかしもうこのユリさんのこの空気読めないという言い方あれですけど、非常にこの非常な攻めですね。もう最高ですね。OK です、OK、もうはい、そうですよ、はいはい、そういきましょう、そうあるべきです負けたわけないね、それでいいと思います、はい、さあ、ユサさん、ガイド、頑張ってください、ユサさん、ガイド、頑張れ、しかしこのユリチさんバイソン、非常な攻めで、とにかくこの近寄られたら手出されたらどうしようもないというか、読んでいる暇があったらバイソンの手と足が出ていてどうしようもないという状態ですね。そして裏切り、裏切りさん、さあ、ここで裏切りさんの、ガイルでここで1周目が終わっちゃうところで、ユリッチバイソンさんがなんと11人抜きというね、とんでもない状況ですが、さあ、ここからどうなるんでしょうか。年忘れ、これは、メリークリスマス、ガイルの細道、ソニックブーム、これがまさかこうガイルがバイソンに侵略されているという、ね、まさにガイルが細い道になっている中で、太い道のこのね、なったので、どうなるかというかね、そうそうそう、でもしょうがないんです、ね、そうそう、私なんてガイル、ガイル、ね、2周目に控えてます、2周目まだ来てるんですね、2周目まだみんな本キャラ使いますからね、これはまだ勝負は分かりませんよ、ね、ここで、おーい、オッケーですね、裏切りさんが今、素晴らしい投げですね、さあ、頑張れ、頑張れ、トモナさん、大会まだ間に合いますか、トモナさん、トモナさん、大会出ますよ、ぜひぜひぜひ、今日はガイルと何かのキャラを絶対に入れなきゃいけない大会なんですよ。一周目です。ガイル。じゃあ1周目ガイルで2周目はベガ。はい。じゃあ、ここで緊急参戦。こちらの友田さんのが参戦していただきまして、1周目このまま、ガイルという形で参戦です。すいません。友田さんのガイルもめちゃくちゃ強いんで。お強いです。ここで。ユリッチさんもバイソンも自分の12連勝を止めることことができるんでしょうか。なので、でも12回勝っても、2位の人と戦って負けたのかな、そうです、ね、そういう非常なルールですね。そうですね。このままいくとユリッチさんとあと2位バズースが決勝になるという、すごい、この大会のひどいところはどんなに頑張っても、そう、1位と2位で、さあ、ここで友澤さんのガイルに非常に頑張ってほしい。頑張れ、さあ、そこで世の中勝ち続けると、勝ち続けてる相手が負けた瞬間を喜ぶし、そうですね、でまさに今、ユリッチさんが非常にヒールな状態となってますね。そうなんですよ、おー、いける、いや、頑張れ、友澤さん、素晴らしい、まさにこれぞガイル革命というか、2015年12月23日ガイル革命が今トモザさんの手によって、手において行われました。ヒューヒューという形で、さあ、ドーンという歓声が今、デートらしきで湧き上がっております。さあ、トモザさん、頑張れ、今の対決素晴らしい。さあ、どうなる、ユリッチさんの場合も非常な攻めで、一本取った。さあ、ユリッチさんのこの13連勝になるのを止めてほしい。トモザさん、頑張れ、超頑張れ。さあ、いけ、この、まさに、砂の、その、陸軍の、この、ものすごい、非常な少佐の、陸軍の少佐の、非常な部分を考えられる、この外部少佐、サマーソルトと、さあ、頑張れ、トマトさん、頑張れ、さあ、ここで、さあ、ダブルセーブ、溜まってるぞ、さあ、はい、トマトさん、ショーキック、パンチ、ショー、サマー、そう、大キック、サマー、さあ、頑張れ、さあ、いけ、いけるか、さあ、ここで、冷静に、今の裏切り、すばらしい、やったー、ガイルの細道ソニックブーム大会にふさわしい、非常に素晴らしい友澤さんの、ガイルが、ユリッチさんの、12連勝を止めました。
まさにこれぞ、ガイル革命というか、ランバーソムレート M16 並みのものすごいガイルのガイルのものすごい動きが今一勝取りました。さあここでおめでとう、ガイルおめでとうございます。ようやくですね、さあ、2周目で、破天荒さんの竜2周目となります。2周目です。さあさあここでやっとこれで本格的にガイルの細身ソニックブーム大会本格的に始まったというか、非常に素晴らしい。でも友澤さんのガイルですね、素晴らしい。友澤さんもガイルですね、非常に強いところもベカでも強いですけど、非常にねこの気分ができるからね、素晴らしいですね。いやここに来てまさに最後の最後でまさに出てきたと言います。どうなるどうなる。ここで2周目、ハテコさんの竜という形で、ハテコさんの今、新カード、さあこの竜とガイルもですね、そこでガイルが飛ぶながらも、おー、しかし今のパス巻きダメだ、今、中華戦やろうとしましたが、友澤さんが冷静に、サマーズですね、友澤さんにはその冷静的なこのね、この部分がね、このベガーとガイルで非常に強いというか、さあ、これ、さあ、波動拳、波動拳。ソニックさあ、サマーズソニック、あ、しかしどうもハテコさんが見たんだ、はい、ソニック勝利拳、さあこれハテコさんが、さあ、さあ、おー、今の戦力者うまい、さあこれどうなるか、しかしうまい、素晴らしい、素晴らしい、おー、今の投げ、この2択の戦力者、まーしかしすごい、ハテコさんが冷静に、勝利拳を取りました。さあ、この黄金カード、竜ガイドですね、一つの真の主人公を決めるっていう部分においては、このガイドとは非常に面白いというか、ね、ソスさんで大丈夫だと思う。俺、まあ、まさにこのガイルというのはね、もうまさにこのどうぞ進めてください。このガイルというのはもう歩く凱旋門と言いますかね、もう非常にこの自分で言ってて意味が分からないですけど、まさにこのラオレ M16 のみの強烈な感じで、でここで実は次俺なんですね。じゃあ俺が頑張っていきます。さあ次は辰俊さんの竜。さあ友田さんのガイルかなり勢いに乗ってますね。2巡目の2人目で辰俊さんの竜。ネロさん、はい、はい、すいません、了解です。おはようございます。頑張って頑張って、竜ガイル来てるよ、連続。まあ、ガイルね、今日誕生日ということで、はい、そうですね、私もおいくつなんでしょうね、私おっさんですよ、とりあえずお子さんもいらっしゃいますね。お子さんいらっしゃいますね。綺麗なお姉さん、奥さん何でしたっけ、ユリア、ユリア、ユリア、そう、ユリアです。ユリアンと聞こえちゃう。サードのパンチンチョン。ユリアです。そうそう。なかなかいい動きしてます。はい。ダスさんね、本当ちょっと。ちょっとね、結構。見出し、そうそう。はい、そうそう、見出してっけ、見出して見出して。でも実は、見てますから。割と見てます。失礼だな。すいません、私向いてない向いてない。そう、はい、やばい、つわものですよ。めっちゃめっちゃ多数さんがつわものの竜、ミヤさん、剣でよかったんですかって。あ、剣、ミヤさんの剣がこれ、しかも次あ、なんかタソシさん煽ってますよ、こうちょっと、はい、アルコールの力ですから。今日の参加者の半分は酔ってますね。そうですね、はい、残念ながら酔ってます。残念、飲酒戦、そうです、飲酒戦。はい、本当に酒でも入ってなきゃこんなサブキャラ全部ガイルとかいう大会できませんからね。おおね、タソシさん、タソシさん、はい、ちょっと解説してないですね。
ちょっといやというか本当スタッツ早いからあっという間なんですよ。そうそうなんかちょっと予想見してるとドラゴンボールそうそうもうちょっと油断してると解説も追いつかヤムチャが倒れてるひどいねあーっと一本取り返したぞ。皆さん勝利券出なかったとそうですね。ラウンド3お酒そうですね。まあこれがわからないところキャミーステージはねあのはい、前ステージで真ん中のスピードを叩き上げて、あ、いい大丈夫いいです大丈夫です。もう実況も何も誰が聞いてたかみたいな。マジかあ、なんかもうめっちゃタスさん目の前で乱舞してます。煽っていくスタイルですねこれ。あ、ウラケニさん、はい、タスさんが煽ってます、煽ってます。ウラケニジャリスメさんです。タツオさん今日ノリノリですね。ノリノリです。酒も入ってノリノリです。いつにも増してマイクがうまいよ私もノリノリです。ノリノリですね。ノリノリです。ミスさんちょっとはしゃいでるからね。もう一切、ね、一切画面見てないですから見ないスタイルで画面見ないマイクね。ブラケミさんダルシはどうなんですか。いや私もあまり見て初めて見ました、はい、あーシック食らったタツトシさん今日見えてるよ。見えてるよ。分かってるよ。そうだよ。格好みたいに同じこと言ってるよ。昇竜出るよ。なんか喋ってください。はい。でもあのダルシムやっぱり面白い話よ。竜がやっぱり昇竜拳こう打ってるだけで嫌なんじゃないかなって私は使ったことないんですけど。そうですね。結構鬱陶しいみたいなこの竜巻と昇竜打たれてるだけでもめちゃくちゃ。一言で言うと在天ですね。っていうキャラなんじゃないかなって試合を見てるんで思います。ウザキャラだ。そう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 。そんな回んなよ、そんな昇竜打つなよみたいな。やさぐれてますね。そうです。誰も聞いてません。誰も聞いて。なんかこのダルシム生きてるよ。でも私ちょっと今記憶が蘇ってきたんですけど、はい、裏剣ダルシムさんはグッチさんの竜を倒してるので、はい、今思い出しました。それいつの話ですか。四季の細道です。月一の大会かなんかかな。じゃあ違う、大山かちょっと忘れましたが何気に使えると。そう、私は見ております。グッチさんの竜を倒しているのちゃんとできてるよ今思い出しました。でも自殺自爆。はい、ユリッチさん、ユリッチガイルです。止まんないですね。これ1位に来てますよ。タツトシさん、これ全立てあるかも。タツトシさんとガイルの日だ、今日タツトシさん、ユリッチガイル、ユリッチガイル、ガイルの日だよ。あ、出ない、ユリッチガイル。これはちょっとさっきのね、バイソンとどう違うか楽しみですね、ですね、これあ、でもユリッチさん、コンボとかすごいできるんですよ。もうカスとか言いたいんですけど、早くいやいや、ユリッチさんうまいですよ。あ、そう、ユリッチさんはうまい。私的にはうまいと存じております。ちゃんと引かせてるよ。あ、ね、ほんと器用だからね。でも私はまた、ね、ここは達也さんになんかちょっと抜いてもらって。ただやっぱり達也さんも本キャラなので立ち回り的な意味で。そうですね。ただでも達也さんがユリッチさんのガイルを知らない分ちょっと緊張とかあると思うんですよ。なるほど。でも今日酔っ払ってるからないんじゃないですか。そうですねそうですね。いいよ。お前どっちやねん。そうですねしか言ってないけど。会話になってないですね。そうです。そうです。もう対戦で会話してよみたいなそんな感じですね。ちょっと言いますね。そうそうそう。対戦で会話。噛み合ってないみたいな。まるでユリチバイソンみたいですね。噛み合ってない。そうそう。押し付けてくれたら。コンボが。そう、こういうのとかうまいと思うんですよ私。やっぱそのちゃんと。そうですね。お辞儀してます。ちゃんと礼儀はわきまえるスタイル。そうですね、トスさんがもうすいませんでしたと言って、はい、次ロードさんのエスケンです。ユリッチさんが参りました。はい、ロードさん頑張って。ロードさん、ロードさん、その手を打ってください。あ、ユリッチさん強いな。強いですね、はい、ユリッチさん強いです。うん、ね、ぶっちゃけダルシムさん危なかったですよもう適当に、はい、何やってるのか意味が分からない。ユリッチさんやっぱでも、うん、基本的なものというか何やってもそうですね。そうですね、あの、うん、カイルそのまあ私あまりよく分からないんですがやっぱ CPU でカイルよく練習してるようなんですけれども、うん、やっぱり、うん、基本的にちゃん
の打つべきところに打っていくっていうのは私もガイルを使っているので、大事かなって。すいません、なんかこんな今のところまたユリスさんのガイルがね、はい、今日も練習するか、それとも他の方がね、まあでもユリスさんには申し訳ないんですが、そう、結局は1番と2番という、でも、まあ、そういうことは関係なく力を出していただきたいですね、私としては。あ、今そう、こういうのとかも、ね、そうですね、私としては見習っていきたい。そうですね、そう、非常にやっぱこういう基本的なところですね、ちゃんとコンボができるという、その一つの基本がかなりできてるということ。ウルチ本人は CPU で練習して、まあ、CPU は得意ということなんですが、でもやっぱり私にはできないのでメインなのですが、はい、ね、まあ、そういうところは大事だと思うんですね。ペコさんの竜、ペコさんの竜、はい、さあこれ、あ、4、あ、ユリスさん4人、はい、これペコさんの X 竜ですね。ペコさんの X 竜で結構強いんですよね。強いです、強いです。だからサブキャラとはいえこの2人で非常に注目というか、あ、今坂道中間者素晴らしいですね、はい、周りの相手の方に習って、はい、その、はい、何気ない技で返していくのか、流剣の今ちょっと中足の足先触らせるとかやっぱりちょっと考えていらっしゃるんですかね。ねえ、中さん昇竜剣、今素晴らしい、すごい、まあ、私よくこの真空に当たって死んでますから、今何かわからないですね。外部の落ち足になんか魔法で吸い込むためで食らってしまうかのような、そんな感じがありますね。今のできないですね、このとっさの、このタッチ召喚陣ね、素晴らしいですね。私的にはあのタッチ召喚出る人も、すごい素晴らしい、まさにパーフェクトエンターテインメントコロッセオオデッセイというワンマカのこのペコさんのこの竜、はい、非常に今しようと思いました。さあここで、あ、伊佐治さんのキャミー、伊佐治さんのキャミー、はい、さあ大英帝国キャミー四天王の一人と呼ばれる、今日伊佐治さんのキャミー初参加ですね、初参加ですね、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。さあ注目の伊佐治さんのキャミーの出番ですね。あー、今素晴らしい早速うわー、このキャミーの攻めはもう竜からすると非常に苦しい。でも私すごいなって本当思ってますね、キャミー、ね、弾飛び越えるのも大変だし、ちょっと申し訳ない解説なんですが、キャノン出すのも大変だし、もう何もかも大変。今のこのすり抜けも素晴らしいですよね。そうです、キャミーからすればこの竜にいかにしてこの波動なんですよ。今のフェイントですよね。お、素晴らしい、素晴らしいです、素晴らしいです、素晴らしい、はい、さあ大英帝国の資格というべき、うお、ね、今のキャミーファイトの恐怖のセミナー、さあ出てくるか、さあこう、この攻めは竜には非常に厳しい、頑張ってほしい、あー来た、そういう勝利で、さあペコさんも頑張ってほしい、さあこのキャミーのこの、あ、私次でもか、私たち次のこの内角っぽいですね、どっちと当たっても嫌だなみたいな、消極的です、消毒です、もう滑舌も悪いです、消極的です、あ、そうね、細道がやばい、じゃあ次私死んできます、はい、さあ次は、ネロさんのネロさんのガイルですね。あ、マジか。さあ伊佐治さんキャミーと、ネロさんのガイルですね。さあ注目のサポでタイムズさん。あ、しかし、おお、しかし今のと思います。しかしこのキャミーのケミーさん。あーしかこのキャミーのこの恐怖のこの投げが怖いですね。そしてこの恐怖の足、キャミーのこの手足のこの細かい動きが、ね、非常にこの相手側からするとその選択になったように、あー今のめくりは怖い、でまだ勝負は分からない、さあオーディションガイド頑張ってました。あーしかしここで勝負パンチで伊佐治さんキャミーが一本取りました。伊佐治さんキャミー外流帝国キャミー下に非常に、発作式の風道発散とかということでね、大注目の試合でございます。さあ、今のは飛び込みの方でガイドの一時大級ジャンプ大級いきますね。そうすれば、おー今の清水さん、さあこういけるかいけるか、あーしかし、今の誘い方はうまかったですね、スパコンで、さあ、伊佐治さんキャミが、2人抜きしました。さあ次は、小江戸さんのガイル、
小江戸さんのガイルですね。すいません、死んできました。さっき、でも久々さんが今スパコンを今出すその誘いがすごい待って、うん、ありがとうございます、ね、もうちょっと頑張ります、あ、そして小泉さんのガイル、小泉さんのガイル、あ、小泉さんガイル上手いですかね、うん、お、ほう、あ、しかし佐々木さんのキャミー非常に強い、もうこのままどうなるのか、キャミーというキャラクター的にその前後の足の動きが非常に見えないんですよね。その辺のですね、はい、相手側からすると非常に戸惑うと言いますか、まあ、私的には皆さん応援してるんですけど、そうね、そう、やっぱり頑張ってほしいですね。あの珍しいキャラクターにこうググッと力を入れてしまうありましたね、珍しいっていうか、あ、今の小枝さん、おー素晴らしい、小枝さんの今のソニックそうか、ソバット、うんうん、ね、素晴らしいですね、うん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 、なるほど、勉強になりますね、人様のプレーは。ガイドの面白いところですよね、このソニックは。やってる時は夢中で、あ、そういうのもあったな、みたいな、ね、ガイドのこの、あー、このキャミーのこの投げが超怖いですね。いや、うまい、はい、うまい、素晴らしい。伊佐治さんのこれ、3人抜きですね。小江戸さんもすごい、小江戸さんの時は、川島さんのガイドですね。はい、ガイド、川島さんのガイド、川島さんのガイドです。川島さんです。川島さんはいらっしゃいますか。川島さん、川島さん、川島さんのガイルです。川島さんのガイルです。川島さんです。川島さん、川島さんガイルです。マイクで呼んでも離れていけばいいのか。このように出しますね。いや、しかし伊佐治さんのこのキャミー素晴らしいですね。今あの達成さんの3対3なので、これに勝つと、勝ったら伊佐治さん、そうですね、あのユリッチさんのバイソンと伊佐治さんのキャミーがいけるということですね。楽しかった。パシーペシー。あ、これこの2択ガイドの細道、ガイド誰もいない、ガイドの細道、ソニックルーム、大英帝国、キャミーの細道もらってバイソン、キャミーの細道、バイソン、キャミーでもまだ分かんないです。トモザさんのベガ、セロテープさんガイル、あ、そうですね、トモザさんベガ、セロテープさんガイル、そうそう、ね、赤くミーバズンカさんのザンギ、まず勝負は最後まで、そう、トモザさんケント、もういっぱいいますんで、あ、素晴らしい、サジさんのキャミーとこれで4人抜きです。なんてことを言ってたら終わってなんということ。次は、注目のキョウさんの、キョウさんの剣です。キョウさんの剣ですね。キョウさんのマジック、はい、魔法の剣ですね、はい、このキョウさんの剣とイサジさんのキャミーというのは注目の対決ですね。あ、見たことないです。そうですね、キョウさんの剣、私も見たこと、キョウさんの剣というのは非常にそのなんていうか魔法のように勝利を誘うというか、この選択肢の非常なうまさで、相手の反応によって合わせたこの強烈な選択肢の勝利の足、はいはい、それを伊佐治さんのキャミーにどのように対戦できるのかという感じですね。ああ、しかし伊佐治さんの今のこのとっさのこの前髪の投げも、ああ、今の素晴らしい、え、ああいうのとか、ああ、今のキョウさんの今のジャンプ召喚にちょっとうまいですね。さあ、さあ、この試合まだ分からない。さあ、しかしと、さあ、キョウさん頑張ってください。あー、しかしここで伊佐治さんが非常に冷静な攻めで1本取りました。そうです ね、 ね、いやー、本当タミ強いです ね、 ね、本当は強くないんだろうけど、キョウさんのこの、勝利からこの反応的な誘いからで伊佐治さんの手に出たいと思います。それでも伊佐治さんがこのまま2本勝ち進むのかというところですが、すごいな、すごいっすね。あー、いや、すごい、素晴らしい、いや、すごい、あ、これ赤きニーバズーカザンギ、赤きニーバズーカさんのザンギですね。さあ、ここで赤きニーバズーカさんのザンギと伊佐治さんのキャミーというのは、これもまた注目の対決ですね、はい、私はザンギキャミーとかあまりよくわからんので、そうですね、はい、これはどっちが有利なのかというと、ね、全然わかんないです。わかんないですよね、うん、本当にわからないです。なんかどっちもね、いわゆる飛び道具がないので、飛び道具がない、球がないんですよね。なので手と足の部分でどのように誘って投げるか、はい、蹴るかというところですね。ザンギとしてはなんとか蹴りながら好きで誘いたいところで、キャミーとしては前後にこうやって微妙なこの
前後の動きをしながらうまくフェイントさせて投げる、こうやってキャノンスパイクやっぱりジャンギ辛いんですかね、このパンチ見ると。さすがそうですね、赤きニーバズがジャンギ青いですね、青いですね、青い赤から青い、そうですね、レッドからでも青いみたいな、赤ではない。このイサジさんのキャミのこの前後的な動きからのキャミのこの選択肢の迷いがない攻め、これ辛いですね、結構キャミの俺は早くもスパコンだったので、はい、ここで、バズーカさんのこの選択としてはなんか逆転するのですね。あーしかし今のスクールスイートミタカとか冷静にキャノンスパイク、あーしかし素晴らしい、イサジさんがこれで6人抜きですごいですね。さあここで我らがセロテープさんのガイルなんですけれども、セロ様が、果たしてこれは大丈夫でしょうか、予約が先生でいらっしゃればいいんですが、ここでセロさんのこの 大爆発力がすごいんですね、はいはい、セロさんのこの、なんて言いますかね、セロ様パフォーマンスお願いします。セロさんのこの3立て、さあセロさんの爆発力に期待したい、はい、さあ足上がるか、超かっこいい、いやー興味強いですね、取れた。さあここでサマーソングパシーパシー、あーしかしこれが欲しい、あー今しかしセロさん頑張れ、さあイサジさん頑張れ、あーしかしイサジさんがなんか私の感想としては、まだ X を始めて、トミーやってる方がもうなんかすごい強い風なので、絶対的に少ない部分ですね、攻略的なものがほとんど強い方が多いので、キャミーが実はそんなにって言われてもうーんって言う、そうですね、だから逆に言えばそのキャミーという部分の攻めてるキャラ の選択肢がまだわからない部分、未知数な部分があって非常に相手側からすればやりづらいっていうのが、そうですね、まあ自分の話ですけどね、本当はなんかすごいやれるらしいんですけど、久々のこのキャミーは素晴らしいですね、はい、あ、トモゼさんのベガです。さあここで注目の対決ですね、最後トモゼさんのベガが、はい、でここでここでイサジさんが勝つと、イサジさんとユリッチのさんの、ユリッチバイソンさんと、はい、三先で今日のここでトモザさんのメーカーが勝てば、ランダムで相手が当たって、はい、これで残念ながらガイルはいないのです、ガイルはいないということでねいないけど、まあ、あくまでもでもガイルはですね、少佐の役目を尽くすということで、細道を歩いてくれたと、ね、あくまでも今日の大会の名前の役目という名前で役目ですね、そうそうこのベガとそしてのキャミーというか、ワイルドキャミーはどうなんですかね、どうなんですかね、見た感じがでもどっちも同等なのかなと思いますけど、どうなんですか、今やってるお二人方は非常に強いんで、そうですね、見ていて注目の対決が読めないですね、あー友達さん素晴らしい、これは今の素晴らしいですね、そうするとここでどうなるんでしょう、次に当たる、そうですね、一応見ておかないと、ね、あ、セロ様の竜だ、3周目、ああなるほど、もしここで、はい、トモザさんが当たったら次はセロテープさんということになりますね、セロテープさん、今日先攻でさんという形になりますね、そこで、ああしかし勝ち続ける限り、勝ち続けるわ、さあトモザさんが勝ち続ける、ああしかし勝ち続ける意志力限りやっていただきます、ああ今の、いやイサジさん、いやイサジさんのこの攻めのこのこのキャミーのこの攻め攻めの姿勢を、ね、こういうとこすごいですよね、X プレイヤーの方、ね、このなんていうんですか、こういうの根性値ってやつですか、やばいです、私にないもの根性値、根性値大事です。っていうのはでも何ですかね、メンタリティ的な部分の大事なところなんですね。ぶっちゃけ僕もよく分かってないという。体力差からのこのめくあのまくるまくるめくりじゃないか。まくってく感じみたいな。しかしこれトマさんが逆転して、そうなんです。ああ素晴らしい、トマさん、さあこれで、じゃあトマさんがと次セロテープさんの竜。セロテープさんの竜。セロテープさんの竜です。三周目はセロテープさんの竜、京さんの竜。竜そうそう、セロテープさんの竜、京さんの竜、小江戸さんの剣、そして伊佐治さんのダルシム、あれこれ逆、
え、キャラ間違えてるかも。あ、セロテープさんのなんだろう。自由、自由じゃん。あ、自由か。自由ってことか。セロに自由だよ。自由、うん、あ、でもそれ被せになんない。まあいっか、まあいっか。まあそういう大会だからまあいっか。自由、自由、自由被せてけ。ひどいなこれ。ひどいです。おっと、ここでセロテープ本が、ちょっとすいません、切ったね。うわー、セロテープマジ切ったね。来ました。さあ、セロテープ本が、しかしここでポコザさんに頑張ってほしい。今日はなかったことに。本田、本田、セロリンホンダは強いですけど、友澤さんの手が、おー、なんといきなりパーフェクト勝ちの一本という、私がよそ見してる間にも、はい、さあ、2本目、さあ、友澤さん、このまま進めるのか。あ、パシパシパシー、おー、素晴らしい。あ、パシパシパシー。これ3周目いつもどうしてたっけ、忘れちゃったな。わー、友澤さんがここで、2人抜きですね。したら、京さん、セロさん、ちょっと落ち着いてください。のじあいでお願いします。乱入はのじあいで、のじあいでお願いします。あ、次、京さんです。次は京さんです。京さんで、セロさん、ごめん。面白い。いやー、まあ、後でおごるから。絶対殺すからね。気持ちわかるよ。セロさん、後で酒おごるからさ。あ、じゃあ次、京さんお願いします。京さん、次、京さんの。京さんの。京さん、なんだろうね、キャラ。京さん、なんでもいいよ。すいません、運営が不適合で。ゆうべさんは大会に出れませんね、せっかく来ていた。きょうさんいるの。さすがに3周目はやばいです。きょうさん、キャラ何でも大丈夫です。何でもいいよ、剣でもいい、何でもいいです、うん、普段は何でもよくないんだけど、今日ちょっとすいません、うん、あれ、いつもこう、どういうルールだったんですか、うん、はい、じゃあ、きょうさんの剣で、2人目ですね。じゃあ、ラウンド1、ファイト。京さん剣がチンに見えますね。剣がチンに見えますね。俺も今書いてるその完全に酔っ払ってて、もう文字が意味がわからないですね。あ、しかし友澤さんのメガ素晴らしいで、パシパシパシ、もうメガの選択肢が素晴らしい。だからその剣も、あー、今の京さんの剣も今素晴らしかったんですよ。パシパシパシ、友澤さん強いです ね。あ、友澤さんのメガ本当素晴らしい。メガの面白いんでしょうね、このね、この逆転性がベガつけてる回数で楽しそうというか、非常に素晴らしい、非常に強い。何でも自分が使ったらすごい大変なんだろうなっていう、こう月並みなこの、ね、いわゆるコナミ感、ね、すいません。レイトの足利が置いてるお送りしてますけども、今日のガイルの朝日、全然ガイルが全滅しちゃいました、まあ、すいません。今日はベガと、バイソンと、ここで京さんが止めると、伊佐治さんと伊佐治さんの決勝戦ということになりますね。あー、しかし友田さん、京さんが結構いい状況で、そう、どっちも頑張ってほしいです。おー、京さんが勝ったということは、まだ続きます。まだ3周目続きます。じゃあ小江戸さん、終わりじゃないです。終わり、これ終わりだっけ。あ、ごめんなさい。はい、すいません、終わりです。はい、すいません、私終わりです。あ、なんかゆべがさんやる。じゃあゆべがさんが入りたいということ。ゆべがさんやるということで、やるということで、はい、いいんですか、これ大丈夫ですか、ゆべがさん。どうするいいんじゃないの。じゃあゆべがさん、そう、じゃあ先に伊佐治さんとゆりちさんやって、その後ちょっと余興でその優勝者と対戦して、じゃあ、はい、じゃあゆりちさん、きょうさん終わりなので、きょうさん終わりです。きょうさん終わりです。じゃあゆりちさんと、佐々木さんのその決勝ということで、すいません、私のちょっと、ほんでじゃんけんしてもらって佐々木でやって。そうなんですよ、ごめんなさい、申し訳ない。三先勝負です。じゃんけんで場所決めてもらって、あ、もう決めた。じゃあじゃんけんしない、これで。じゃあ三先で、じゃあ、イサージさんのキャミーとユリッチバイソンで、いや、すいません、私の説明不足です。じゃあ決勝戦、はい、今日のガイルの細道ソニックブーム大会、ガイルはいませんけど、決勝戦始めたいと思います。わー、ガイルいないよ。
ゆりちさんの、バイソンで今日初参加の、いさじさんのキャミーの、三立て。そうです、三立てです、はいね、はい、めちゃくちゃですね。すいません、私広いです、もう酔っ払っちゃってる。いやいやいや、酔ってなんかないから、はい、あ、携帯忘れた方がいらっしゃいます。はい、おっ、やはり伊佐さん、いきなり1-1で両方とも瞬殺でした。あの、本当目を離すと終わってしまうので気をつけて。いやでもキャミーとバイソンとか見てるとはバイソンが有利に見えてしまうんですけど、この辺は伊佐さんのものすごい強さでね、あのキャミーが有利ですね。わからないですね、この今日の決勝戦は。まず1人目、はい、伊佐治さんじゃなかった、ゆりっちバイソンさん、橋一つですね。じゃあ2回目いきましょう。まあ、あのどうしてもこういう組み合わせだと、あの私の浅い考えではキャミを応援してしまうんですが、どうしてもキャミ頑張ってみたいになっちゃいます。ゆりさんも頑張れ。そうそう、両方応援してるのですが、どうしてもキャミー辛いっていう、このキャミーからすればバイソン辛いでしょうね。しかしっていう感じで、この自力っていうか、今日素晴らしい動きしてますんでね。そうですね、わからないというか、わからないよ。あー、今のヘッドはきついっすね。はい、さあ2回目、さあパシパシパシーって言いますよ。いやでもゆりさんのこのバイソンも非常に素晴らしい表現戦略でね。いや本当そうです、ね、はい、あ、今のか、これで、ゆりさんのリーチ、リーチですね。リーチ次、でも伊勢さん、伊勢さんまだ全然ありますよ。そうですね、伊勢さんまだ全然キャミーありますね。伊勢さん頑張って、大英帝国四天王 の本当私こっから応援してるだけですからね。伊勢さんにここから参加してほしいと思います。すいません、無責任に応援、ね、ゆりさんのこのね、トレザー攻めが勝つのか、さあ注目の決勝戦ですね、はい、足腰2人とも全然止まんないっすよね。これがこの玉なしキャラのこの攻め的なものでものすごいというか、非常にこの見ていて、まあ、自分の素人もよく分かってないとか。あーでもキャミが、あー今すごいね。さあこれどうなるか、さあパシパシですね。でもこの伊佐治派のキャミのこういう中でいながら果敢にこの前に行くっていう部分は素晴らしいですよね。あ、そうなんですね。だから普通だったらその固めたり後ろに行くっていう部分で全くないということで、やっぱりもう上級ね、その素晴らしい。あーピヨッタ、あーしかしこうだー、揺らしたー、というわけで今回の優勝者は、ガイルの細道バイソンが、ガイルの細道バイソン優勝、バイソンか、じゃあ、放送席、埼玉県にいましょう。あ、ゆりちさんにコメントをいただいて、ゆりさんにコメントです。あ、どうですかゆりちさん、この後ね、組手的な、今日の感想をお願いいたします。いや、非常に楽しかったです。非常に楽しかったです。楽しかったですだけで、ゆりちさん本当うまいですよね。そうですね、今日ガイルが残念ながら純潔にも、でも今日は結構ね楽しかったです、私も、ね、はい、ガイルも新しい動きを見て、まさにガイルの誕生日にふさわしい、そうですね、4人いいガイルの細道、ね、ソニックドーム大会、大会でした。ありがとうございました。ありがとうございました、はいはい、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まだあと30日と25日は式の月例大会、金曜日30日と、はい、ぜひ埼玉県やってみたいと思います。じゃあ今日は、ね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあまだまだの試合よろしくお願いします。One, two, three, four.
Fight!
Thank you.
Thank you.
イ。Walking! Walking! Walking! Walking!
Bison win!
three, fight! Thank you.
はい。You have the power.
今日の配信は終わりにしたいと思います、来週も、よろしくお願いいたします。多分何も変わりはなくやるはずです。よろしくお願いします。